ビッグディッパー1のレッスン8です。タイトルがカズヒロ、カズヒロさんかな。In Pursuit of Dream。Pursuit って言ったら、Pursuit っていう動詞があるのよね。追いかけるっていう。それの名詞バージョンですね。Pursuit。追跡とかにしときます。よいしょ。こうね。Of a dream やから夢の追跡においてって感じかな。まあ夢を追いかけてとかでいいでしょう。はい、いきまーす。サトシ reads about Kazuhiro's early days。early days って言ったら早い日々って書いてるけど、まあ要は人生において早い日々の話を。つまり、若い頃とか言うたらいいかな。これね、early days で若い頃って言うんです。若い頃ですね。カズヒロの若い頃について、サトシは呼んでますよと。カズヒロ was born in 1969 in 京都や。1969年に京都で生まれましたよと。Since childhood、子供時代から、まあだから子供の頃から、子供って書いておくか。子供の頃って書いておくわ。頃から、カズは、まあだからカズヒロのことね。カズは、has been full of curiosity 好奇心ですね。好奇心、こうやったっけやね。好奇心 and creativity、創造性ですか。どう書きましょうかね。いいか、創造力、創造性、どっちでもいいか。創造性にしとく。この今のアンドは、このアンドは、curiosity っていうのと、creativity ですかをつないでますぜ、ということですね。それでフル、いっぱいやったよ、いうふうに言ってますから、まあ、要は好奇心旺盛で想像力豊かだったよ、みたいな話でしょう。で、in his high school days、彼の高校生時代ですか、He watched many sci-fi movies. これ SF のことね。サイエンスフィクションです。これは SF のことですからね。SF の映画、サイエンスフィクションの映画、たくさんね。たくさんのサイエンスフィクションの映画を見ましたよと。He was impressed by the various kinds of special effects. 彼は、was impressed やから、感銘を受けましたとか影響を受けましたってことやね。by the 様々な various 書いとく various、 まあええか、まあ、まあ一応書いとくか。様々な、よいしょ、様々な種類の、これだから親切じゃないでこの場合な、種類の、スペシャルエフェクトで特殊効果にしておきましょう。SF の話してますしね。特殊。特殊こうやったっけ。で、効果。わお。はい。特殊効果ですね。さまざまな特殊効果によって、まあ、刺激を受けましたとかにしときましょうか。じゃあ、これ。was impressed。刺激。効果を受けたよと。受けた、まあ影響を与えられたでもいいですけどね。ということで、じゃあ次ね。 One day、 ある日、カズは found a picture of an actor in an American movie magazine ですか、アメリカの映画雑誌の中に、a picture が写真や、 of an actor、 of は後ろから前で no な、ある俳優さんの写真を found、 見つけましたよ、いうことや。一応書いておこうか。オブは後ろから前でこうやって何々のやで。ある俳優さんの写真を見つけましたよ。The actor looked just like Abraham Lincoln, the 16th US president ですか。その俳優さんは、look like やから似てるってことね。looked just like やから、何ですか、もうそっくりや、みたいな感じかな。どうしよう。一応書いとくか。
look like 似ているで just ついてますから、まあ、そっくりってしときましょう。そっくり。エイブラハム・リンカーンね。16代アメリカ大統領ですね。のエイブラハム・リンカーンにそっくりだったよということです。で、This was due to special effects makeup ですか。Due to は何々のおかげとか、何々の、せいとか、ね、何々によるみたいないう表現ですね。Due to 何々によりよるにしようか。よいしょ。Special effects makeup 特殊効果メイク、特殊メイクにします。特殊効果のメイク、だからまあ特殊メイクにしておこう、これ。特殊メイク。よいしょ、ちょっと待ってよ。特殊、合ってるこれ、特殊メイク。はい。これは特殊メイクによるものだったんだよ、という話ですね。ちなみに、due to ですけど、同じような表現で、上書くか。because of やろ。Because of と、あとは、owing to ですか ?owing to。あとは、thanks to ですか。この辺、セットでも覚えておきよう。何々のおかげみたいな意味合いな。まあ、今回のやつは due to 使っておりますけども、特殊メイクによるものなんだと。特殊メイクってあれね、なんか、顔の、普通のメイクじゃなくて顔の上になんかこうベタベタってこうなんか粘土みたいなの貼っつけてで、顔の形すら変えちゃうみたいなやつやね、そういうような特殊メイクです。で、カズは was fascinated and tried such makeup by himself. Fascinate 魅了されるって意味ですよ。Be fascinated、よいしょ、魅了される、こうやね。魅了された。引きつけられた。ほんで、tried such make. そのような、そのようなメイクアップ、メイクを。これね、そのようなです。そのようなメイクアップを。by himself. 自分でです。彼自身でってことだからな。一人でとかでもいいかな。自分で、そのようなメイクに挑戦してみたということですね。すごいね。で、He wrote to Dick Smith, the New York makeup artist in charge of Lincoln's makeup ですか。この in charge of 大事やね。覚えておいてね。担当するって意味です。担当、うわお、とは当たるでいいんか。担当する。まあ、この場合、担当したか。の方がいいね。一応、担当したにしとこう。リンカーンのメイクを担当した、メイクアップアーティスト。ニューヨークのメイクアップアーティスト。メイクアップアーティストでね。うん、である、ディック・スミスに、wrote、書きましたよって書いてますけど、この wrote は、ライトだけでね、手紙を書くっていう意味がありますから、ただの書いたじゃなくて、手紙を入れてください。手紙を書いた。を書いたと。はい。っていうことね。それだから特殊メイクにこう、うわ、すげえ、この特殊メイクってなって、で自分でやってみよう言うて、一人でやってみたわけですね。で、ディック・スミス、その、ね、リンカーンのメイクアップ、メイク担当した、ディック・スミスメイクアップアーティストですかに手紙を書いたと、いうことですね。なんやったらあれちゃん、写真撮って送ったんちゃん。自分でこんなメイクしたんですけどどうですかみたいな。で、he soon got the reply. すぐに返事を得たと。すごいね。reply は返事です。返信とか返事な。返事って書いておこうか。はい。すぐに返事をもらいましたよと。send me photos of your own makeup.Work. ああ、送ってって言われたね。OK。私に、写真を送ってくれいう話だ。Send me photos of your own makeup. あなた自身の、メイクの
何写真を送ってくれと。あ、メイクのメイクアップワークやから、メイクのその仕事の、まあ、作品か、メイクアップワーク、この場合も作品でいくかこれな、作品にしとこうの写真を送ってくれと。 And、I will give you advice。 すごいいいやん、すごい人からアドバイスもらえねんな。ちなみにですね、これ send 命令文でしょ、どうしようかな、 青にしとくか、いや、青にしとくか。いや、まずこれ send、 これ命令文です。いいね、命令文来て、本でもって and 来てますやん、これね、これは命令文&を言うて、ちょ、ここは書いておくか。ちょっとスペースが。命令文&何々で、何々しなさいと。あ、何々っていうか、まあまあいいか。なんとかしなさい。しないじゃない。しなさいや。しなさい。そうすれば、てんてんてんてなんで、ね、ここてんてんてんにしとこう、ちょっとややこしい、よいしょ、てんてんてん、こういう状態ね。命令文あのになんちゃらしなさい、そうすればってやつ。ちなみにセットで覚えといた方がいいのが、命令文 or、 命令文 or てんてんてんで、これで何々しなさい、さもないとって意味だ、ないとですね。早く起きなさいよ、そうすれば間に合うよっていうのが上で、早く起きなさいよじゃないと間に合わへんよいうのが下の方や。命令文&と命令文 or な。まあ、なんせ、送ってくれと。ほんなら、アドバイスあげるで言うてくれたわけです。で、その次。With the help of his English teacher。彼の英語の先生の助けを借りてぐらいな感じやな。With は、不対状況ですね。なんちゃらしながらってことや。舞台状況、こうか、合ってる？状況な、状況、いや絶対ちゃうやんやっば、なんかこうね、はい、舞台状況言うて何々しながらって予約をしてくれたよ。よいしょ。だから、彼の英語の先生に助けてもらいながらってことやな。数は exchange letters with、Dick ね。Dick と手紙のやり取りをしたということです。まあ、exchange だから交換ってことやけども、まあ、手紙のやり取りでいいでしょう。はい。どうしよう。一応交換って書いておく？ exchange 交換。ですね。で、その次、This is how なんちゃらかんちゃら、これが、どのようにっていうか、How はどのようにや。He gradually learned、 gradually だんだんとね、 learned the basics of special effects makeup、これがどのように彼が徐々に学んでいったのかですよみたいな話や。まあこのようにしてにするか。 This is how ね。これでもうセットでこのようにしてにしておこう。下でいいか。このようにして。ちょっと待ってな。はい。このようにして、彼は、gradually、だんだんと、徐々に。よいしょ。learned、学んだんだよ。で、basic やから、あれね、基本や、基礎。of special effects makeup、特殊メイクの基礎を学んでいったんだということですね。はい、ということでとりあえずこれでレッスン8のパート1ですかが終わりですか。はい、お疲れ様でした。